ゆうへい実際どう引退を決めて、いやまあどういう心境、まだでも正直実感は湧ききってないですかね、うん、でもまあ少しずつ湧いてきてます。いろんな人に挨拶してから寂しいっていう気持ちが強いか、やりきったっていう気持ちが強いか、正直悔しい気持ちもまだありますね、うん、まあやっぱり結果も残せなかったですし、悔しい気持ちと、まあ、あとはもう19年間もさせてもらったんで、まあ、感謝の気持ち、まあ、その2つですかね。まあそういう感じですね。印象に残ってるプレーはやっぱり2015年の、そうですね、優勝決めた試合ですかね。あそこはなかなかああいう場で、しかもさらにプレーもあのグラウンドでプレーもできることもなかなかないですし、まあ、さらに最後にこうはああいういい場面で打席に立つで、まあ、しかもこう結果も出せたので、まあ、そこは本当に、まあ、なかなかない経験をさせてもらいました。まあ、今までこう、ね、応援してくれたファンの方もたくさん来てくれてるから、まあ、そういう人にこうプレーをしている姿を最後に見せれたらいいなっていう気持ち、まあ、もうそれだけですかね。そこだけ。あとは、まあ、チームメイトもそうですけど、うん、やっぱりその中で、ね、ファンはフルスイングっていうのは、雄平のフルスイングっていうのは、うん、期待してると思うんで、はい、まあ、あの当てにだけいかないようにまあ振っていこうと思います。ホームラン期待します。はい、頑張ります。ありがとうございます。ブルーチュー、僕にとっては、最終戦と、人生最終戦となります。人生の最終戦、ワンチャン何かあるか分かんないですまあでもみんなは本当にもうこれからの、これからの道の一戦になると思うので、まあでも言ってもそんなことは関係ない。もう一戦必勝、どんな時でも一戦必勝、しかも2位も勝ってます。やるよ。のぼりお願いします。あれ。そこはやめてください。ちょっとね、やり方とか。まず足場固めて。最後まで進めるな。いいですか。全力を使います。してるよ。足場作ってから。いいですか。皆さん、一戦必勝、おい、じゃあ、もっと何か絶対か、おねしょ、最後ぐらい、おねしょ、最後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 、こんだけ信用でいいんだ、最後は行こう、もう真剣になるよ、一戦必勝、せーの、絶対かさん、せーの、よしだ
OK OK ノーダジャー KKK OK OK バイゴンさんいるのにはい、またナイスオープンボディ、ナイスボディよし、次いいよー OK OK ホームやったホームやったホームベースに置いとこうぜだよよしおいこのシーズン限りで現役引退を発表しました雄平選手が出てまいりました。イーグルスはピッチャー牧田に代わっています。そしてこの後場内コールがありますが19年目、今シーズン限りでの現役引退、ピッチャーとしてそして野手に転向して神宮そしてスワローズファンを沸かせたこの雄平選手、イースタンリーグ公式戦最後のバッターボックスということになります。多くのファンが詰めかけています。8回の裏スワローズの攻撃が1番竹岡に代わりまして雄平、バッターは雄平背番号41。その登場曲に乗りまして雄平選手が登場です。まずはストレートが入っています。ファームでも今シーズン63試合の出場がありました雄平、このフルスイング、おーまだまだ力強さがあります。今年37歳、19年目、ファンが見つめる中三振、最後まで貫いていったそのフルスイング、バッターとして881本のヒットを放ちました。花束が渡されます。自分の形を貫いたこの打席、三振とはなりましたが、スワローズファンそしてイーグルスファンから大きな拍手が沸き起こっています。スワローズ選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー丸山に代わりまして久保、ただいまの回に代打いたしました雄平、そのまま入りライト、ライトの中山がレフト、レフトの赤羽がセカンド、キャッチャー松本直樹に代わりまして松井が入ります。1番ライト雄平、4番レフト中山、7番セカンド赤羽、8番キャッチャー松井背番号022。スワローズのピッチャーは久保背番号61。以上に変わります。ライトの守備につきました雄平選手です。まあ、神宮球場でもこのライトの守備位置から強肩、まさにレーザービームも見せました。
まあ、ピッチャーとしても150キロを超えるそういった能力がありましたので、この守備というところでも十分にファンを魅了した雄平選手です。守備が変わっています、このスワローズ。さあ、そのライトへのフライ、そして打球が飛んでいくのかどうか。んライトに上がる、雄平が落下点掴んでいます。笑顔がありました、大きな拍手。田中和樹が右方向に意識があったのかどうかというのはちょっと分かりませんが、ただしっかりとその守備、またこれもファンにとっては嬉しい時間になりました。8対1、楽天がリードを広げています。サードへのゴロになりました。これで3アウト。ライトへのフライの処理もありました。雄平選手がダッグアウトに戻ります。ただいまより最終戦セレモニーおよび雄平選手2軍引退セレモニーを行います。これからセレモニーが行われます。スワローズの選手はマウンド前へご整列ください。打席で、そして守備で、そのファンに元気な姿を見せました雄平選手。この笑顔というのも非常に今日は印象に残った雄平選手です。これから全日程終了、そして雄平選手のセレモニーが行われます。本日で東京ヤクルトスワローズのイースタンリーグ全日程を終了いたしました。まだ順位は確定しておりませんが、49勝50敗5引き分けの成績でございました。今シーズンもたくさんのお客様にご来場いただき、チーム一同御礼申し上げます。皆様、来シーズンもぜひ温かいご声援をお送りください。今シーズンもありがとうございました。続きまして、今シーズンをもちまして現役を引退されます東京ヤクルトスワローズ雄平選手へ花束の贈呈を行います。雄平選手はホームプレート付近へお越しください。プレゼンターは昨年、今年と雄平選手と一緒に自主トレを行った通称雄平組の大村選手、松本直樹選手、太田選手、松本優選手の4選手です。それではお願いいたします。19年間本当にお疲れ様でした。以上でセレモニーを終了いたします。最後になりますが、19年間本当にありがとうございました。
ファームの試合ながら今日はたくさんのファンの方もいらっしゃいましたけれども、はい、いや本当にこんなにたくさん、見に来てくれるファンの方がいるなんて思ってなかったので、本当に、やっぱり最後の最後までファンの方の、温かい声援のおかげで、まあ、今の自分がいるなと改めて、感じましたし、そうですね、まあ、本当に引退試合をやることができて、今はすごい良かったなと思っています。どう打席立ってみて。いや本当に、まあ、牧田が本当に最後、うん、こっち見て笑ってくれてて、すごい緊張してたんですけど、変な今までにないこうなんていうんですかね、結果を気にしなくていい打席ってなかなかなかったんで、いつもと違う気持ちで入ったんですけど、牧田がマウンドで笑ってくれて、まあ、いつも通りの自分で打席に立つことにできましたね。最後結果は三振だったけど、はい、納得できるスイングができましたか。もっと振ればよかったなって最後思いましたけど、まあ、でももう本当に何も考えずにとにかく、打ちたいっていう気持ちだけで、とにかく自分のスイングをしようというだけで行ったので、すごく満足しています。フルスイングお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。